はい、どうもこんにちは、横川です。今回は初心者におすすめしたいキラーランキングということで、まあ、ちょっとね、久しぶりのランキング動画で少々緊張しております。で、ツイッターでもつぶやいたんですが、まあ、無謀にもね、台本なしで動画を作っておりますので、はい、まあ、ところどころね、雑な解説はあると思うんですが、まあ、できる限り、はい、自分の知ってる知識をね、話していこうかなと思うので、はい、よろしくお願いします。で、ご視聴いただく上でのね、注意点なんですけど、この手のランキング動画っていうのは、まあ、その完全にね、投稿主の、独断と偏見で、作成しておりますので、詳しい、その何て言ったらいいかな、これなんでなんですかみたいなのはやめてください。はい、もうあらかじめね、ほんまに横顔、まあ、私横顔の、まあ、独断と偏見で、まあ、作ったランキングやとっていう点をね、ご理解の上、はい、ご視聴いただければなというふうに思います。はい、ただね、本当にも僕の流れはね、初心者の人におすすめしたいキラーランキングっていうのをね、本気で作っておりますので、はい、その気持ちは汲み取ってほしいですね。はい、ということで、まあ、早速動画の方を解説していこうかなと思います。はい、で、もう一つ一点なんですけど、まあ、解説って言ったんですけど、まあ、詳しいね、例えば能力の使用とか、まあ、リージョンやったらこの能力でこうこうこうみたいな、まあ、そこまで話してしまうと、もう動画の尺がバカ長いことになってしまうんでね、僕喋り出したらめちゃくちゃきっちり伝えたいタイプなんで、バカ長くなってしまうので、例えばやけど、まあ、第1位がリージョンやとしたら、第1位リージョンで、解説動画いくつかね、概要欄の方にまとめとこうと思うんでね、はい、気になるキラーがあったら、概要欄のリンクから、まあ、使用の解説とかね、そういうのを見ていただくと、そういう流れでよろしくお願いします。はい、ということで早速キラーランキングいきたいと思います。はい、ということで、第5位のキラー発表していこうかなと思います。ということでいきます。ドゥル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 バーバーです。はい、ババちゃんですね。もうね、裏でなんか音出てたからちょっとバレてたかもしれないんですけど、ババちゃんが第5位でございます。で、ババちゃんをね、5位に選んだ理由なんですけども、まあ僕の中では、まあ大きいところから話していこうかな。バベチリを持ってるっていうのが大きかったですね。で、一応このストアの聖堂というところから、このシャードでね、決まったサイクルじゃないんでしょ、わからないんですけど、まあ、年にまあ3、4回くらいかな。まあ、もう少し頻度落ちるかもやけど、一応そこでバベチリ、バーベキュアの地ですね、獲得することできます。ただですよ、まあ、ほとんどのプレイヤーの方が、まあ、このカニバルくんの DLC を購入して、で、カニバルくんの固有パークですね。はい。バベチリ。まあ、ここから解放するっていうのが、まあ、ほとんどかなと思うんで、まあ、どっちみちね、カニバルくんをレベル35まで育成すると思うんですよ。昔やとね、カニバルくんは、まあ、バベチリ引き換え券って言われてました。うん、まあ、確かに僕もそうやと思います。ただね、この昨今のアップデートで、カニバルくんめちゃめちゃ強なってます。で、実はですね、私横川も2018年の12月、まあ、ちょうど今から2年前ですか、から、まあ、デッドバイを本格的に始めてまして、リージョンと巡り合うまではもうずっとカニバルくん使ってました。うん。だから、まあ、やっぱりそのバベチリから取んねんけど、その流れでそのままカニバルくん使うっていう人が多いと思います。でね、せっかくね、カニバルくんのね、レベルを上げたんやったら僕は使ってほしい。で、それだけじゃないんですよ。バベチリを持ってるってだけじゃなくて、カニバルくんってね、強いですよ、めちゃくちゃ。何が強いか今から話していくんですけど、カニバルくんはチェーンソーを能力として使えます。で、もちろんチェーンソーが当たるとワンパンです。で、デッドバイにおいて、まあ、ワンパンできる能力を持ったキラーっていうのは、まあ、何キャラかいてるんですけど、一度のスキルで複数のキャラをワンパンできるっていうのは、もうカニバルくんだけなんですね。で、今現状カニバルくんのチェーンソーっていうのは、ゲージがなくなるか衝突しないか、まあ、そのどちらかじゃないと止まらないです。はい。なので、例えば1人の生存者を命中させて、もう1人行くことできます。だから、4人最大いけるんですよ。ワンパンで。なので、まあ、そういった、まあ、DBD 界において唯一無二の能力を持ってる、カニバルくんですね。
まあこれはもちろん強いです。はい。もう今の聞いて強いって多分思った人多分多いと思うんですよ。ただ、まあ、なんでね、あのカニバル君をそのランキングに入れない人が多いかっていうと、まあちょっとね、うん、他のところが難しいのかな。例えば使用難易度であったりとか、まあチェイス能力であったりとか、うん、あとはまあ索敵能力とか、まあ、索敵能力はないですね、カニバル君は。ないです。一応その、なんだ、この軽量シャーシかな。まあ、これ持っていくと、まあ、一応ですよ。もうほんまちょっとの一応ね。うん。8メートル以内の生存者オーラが見えるって、まあ、これ、アドオン使ったらですからね。うん。まあ、そんな程度で、ほんまにこの、まあ、索敵能力に関しては皆無です。ただ、ただね。ただ、このカニバル君、まあ、そのワンパン能力を活かして、他のキラーの流れももうズバ抜けて強い戦術があります。でね、まあ、正直この動画でこれを言うのはちょっとすごいためらってるんですけど、まあ、立派な戦術なんで教えときますね。はい。カニバル君はデッドバイ界において一番キャンプが強いです。うん。まあ、これはね、まあ、ある程度デッドバイをやったらわかります。なんで強いか。やっぱりワンパン持ってるから、そのキャンプでのプレッシャーがね、もう他のキラーと群を抜いております。だから例えばやけど、地下に釣られて、うわ、ちょっとキラー戻ってきてるんじゃないかなっていう時、カニバルが戻ってくるのと他のキラーが戻ってくるのではプレッシャーが全然違うんですよ。なんでかっていうと、他のキラーなら一発殴らせてね、で出血ブーストに逃げるとか、まあそういった戦術取れるんですけど、カニバル君の場合はチェーンソーからいきなり来るんで、もう最悪ですよ。例えばやけど、初心者の方の動画でこんなん言うのはちょっとあれかもやけど、ボロタイっていうのがあるんですよ。ボロタイね。ボロタイ持った、生存者がね、救助しますよ。で、本来なら、そのボロタイ使ってるから、そこで一回攻撃をね、無効化できると思いきや、救助者までもワンパンして、なおかつ、そのボロタイを持ってる救助者を、2回殴ってダウンっていうのは狙えるんですよ、このキラー。もうそれはね、カニバル君しか無理です。はい。という点で、まあそういったね、突出した能力を持ってるので、バベチリ交換券だけじゃなくなってます、カニバル君。で、一応ね、パーク、おすすめのパーク構成っていうのも紹介しておこうかなと思うんですが、まあほとんどね、この左3つ、まあこれはおすすめになっちゃいます、すいません。バベチリ、まあ先ほど紹介したバベチリ。で、破滅、不死。これがね、強い。もう鉄板です。で、これはまあ、総合的に判断して、その汎用性という点を重視した上で、はい、評価しております。なので、まあ、僕が選んだカニバル君の汎用構成は、バベチリ、破滅、不死、まやかしでございます。うん。まあ、これが、まあ、一番オーソドックスで使いやすいのかなというふうに思います。はい。で、まあ、カニバル君もね、まあ、先ほど紹介したように、プレイ動画、まあ、いくつか、あってね、使用解説も、動画作ってますので、はい。まあ、カニバル気になったなっていう方は、そちらからチェックして、ぜひね、一度、お試しくださいというところで。で、一応、ここにセットしてて、アドオンもね、ちょっとほんま軽くだけ紹介しておきましょうか。で、僕のおすすめするアドオンは、この絶品のチリと、チリですね。まあ、通称、チリチリコンビなんですけど、でこれ使ってあげることによって、いつもよりもね、多くチェーンソー振れます。シンプルやと思うけど、これめっちゃ強いですからね。で、このチリチリコンビ使ってる動画も、概要欄に載っけてるんで、そちらで、確認してください。で、あともう一つ紹介するとしたら、デプスゲージかな。まあ、ちょっとね、初心者の方には難しいかなと思うんですが、まあ、デフォルトの、3チャージを、まあ、チャージ数4にしてくれて、で、なおかつ、移動速度、チェーンソー時の移動速度が、速くなります。ただ、まあ、チャージ時間が伸びてしまうので、まあ、ちょっとだけそこが使いづらいかなというところで、まあ、無難なのは絶品のチリとチリかな。はい。というふうに思います。はい。以上で、カニバル君を5位に、決めた理由です。はい。まあ、こんな感じでね、サクサク、解説していこうかなと思います。それでは、第4位いきましょうか。デレ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 ーンということで、4位はリージョン君でございます。はい。これはね、もう私横顔が愛してやまないキラー。はい。もう圧倒的1位です。
もうこれ以外は、あのこれ以外はってもうリージョン1位みたいになってまんねんけど、まあちょっとね、正直僕が好きっていう理由もあってね、もうほんまあの横顔ランキングなんで、僕のランキングなんで、4位に選んでおります。はい。ただね、正直言って、まあ、僕的にはもっとランキング上に上げてもいいぐらいです。で、これからリージョンの、今ちょっと簡単ですけど、これからね、リージョンの良さを皆さんにお伝えしていこうかなと思います。ちょっと、興奮気味なんですけどね。はい。で、まず、どうしようかな。じゃあ一番、まあ、先にデメリットだけ、先にデメリット紹介しても、あとは全部いいとこ言います。デメリットなんですけど、空振りですね。うん、リージョン君は狂乱というスキルを使います。で、狂乱がめちゃくちゃね、まあ便利なスキルで、まあ、この後解説するんですけど、で、狂乱を空振りした時にリージョン君の狂乱ゲージがゼロになっちゃいます。はい。これがもう最大のデメリットとか、もうこれが唯一のデメリットかな。うん、まあもう一個あるけど、まあ唯一のデメリットですね、これが。はい。まあこれが初心者さんが使う上でどうあれ影響するかなんですけども、私一応 PC でプレイしておりまして、まあ、PC の人はまあ、マウスキーボードで操作してるんで、そこまで空振りの頻度はまあ、多くないかなと思います。ただですよ、これ空振りに関してはリージョンに限ったことじゃなくて、どのキラーでも空振りはしやすいんですよ。はい。なのでまあ、そこはね置いといて、何がやばいかっていうと、まあ、空振りをするにしても、狂乱で空振りしちゃうと、メーターがゼロになっちゃうっていうところがやばいんですよね。うん。だからまあ、それが最大のデメリットです。ただですよ。ただ、それ以上のメリットございます。はい。で、先ほど紹介した、グレンの狂乱というね。はい。ちょっとめちゃくちゃ長いでしょ。もうこれ見たら読む気失せますよね。だから僕がわかりやすく説明しますね。で、グレンの狂乱なんですけど、狂乱をね、能力ボタンで使用すると、移動速度速くなります。窓枠乗り越えれます。板乗り越えれます。通常時より移動速度速いです。そして、生存者。まあ、これは深で、すでに深で追ってない生存者を殴ると、深で追ってない、と殴った人以外で深で追ってない生存者が、殺人鬼の本能という能力で、自分の、脅威範囲内32メートルですね。デフォルトで。以内にいる生存者をドク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 っていう、価値表示してくれるんですよ。これ殺人鬼の本能でね。はい。強いでしょ？もう一回言いましょうか。窓枠乗り越えれる。移動速度速い。板も乗り越えれる。そして、深で状態じゃない生存者を殴ると、それ以外の深でじゃない生存者が価値表示される。もう強いでしょ？強いんですよ。で、さらに、もちろん、もうここリージョンの一番ストロングポイントですよ。複数の生存者に、まあ、不可で、まあ、負傷を負わせることができる。これがね、もう他のキラーにできない唯一無二のリージョンにだけ許された能力です。これがね、最大にして最強ですね。で、この能力が相まって、リージョン君っていうのは、ランクも上げやすいです。そして、ポイントがめちゃくちゃ稼ぎやすい。うん。もうね、これがね、最大の、僕はもう、ストロングポイント。ストロングポイント何個あんねんって話なんですけど、今まで言った解説だけ聞くとめっちゃ強そうじゃないですか？ポイント稼ぎやすい。複数の生存者に負傷を忘れる。グレンの狂乱で殴ると、索敵もできちゃう。殺人鬼の本能で。強くないですか？もう強いでしょ？はい。もう愛が強すぎて、もうどんどん前に前に出ちゃってるんですけど。で、今さっき説明したリージョンのそういうストロングポイントの動画っていうのは、僕もめちゃくちゃ出します。多分 YouTube で多分一番僕がリージョンについて動画を出してると思うんですけども、はい。その中から特に見てほしい動画っていうのをまとめて載っけとくんで、まあ気になった人はチェックしてください。はい。で、主なまあ戦術としては、まあ先ほど説明しましたようにグレンの狂乱で複数の生存者、にちょっかい出していきます。はい。で、昨今やと、この不死破滅環境ですね。破滅が存在してる限りは、生存者は発電機から手を離すと、発電機が交代しちゃうんで、まあ、リージョンが来たらね、例えば、負荷で追わされるでしょ？厄介なんですよ。回復しようと思ったら手離さなあかんから。もうで、ね、その環境がね、
今追い風となって、まあ、先ほどお伝えしたように空振りするとね狂乱が終わっちゃうというデメリット、まあ、最大のデメリットがあるんですが、まあ、使いこなせるようになるともうめちゃくちゃもう今の環境追い風になってますんで、はい、もうめちゃめちゃ今環境にも適してて強いキラーやと僕は思ってます。はい、まあ、その他にもね、まあ、いろんな戦術があるんですけど、ほんまにもうリージョのことを話し出すとめちゃめちゃ話長くなっちゃうので、まあ、この辺にしといて、パークの解説していこうかなと思います。で、パーク解説なんですけど、バベチェリフ氏破滅、C 恐怖症ですね。まあ、これが一番丸いかなと思います。まあ、この C 恐怖症の枠をね、血の共鳴してもらってもいいんですけど、まあ、初心者の方が、まあ、プレイされるんであれば、まあ、C 恐怖症かなと思います。で、アドオンは、まあ、基本的に、この、盗まれたスケッチブック今装備してるんですけど、狂乱ですね。先ほど紹介した狂乱。うん。狂乱を、の持続時間を伸ばしてもらうアドオン使ってもらうのがいいかなと思います。例えばこれ、狂乱ね。盗まれたスケッチブック。壁画のスケッチ。いたずらリストですね。うん。まあ、この3つを集めてもらう。まあ、これが第一優先かな。で、次に、バッチ系やね。たまちゃんですね。タムシロのバッチに関しては、そこまで優先して、取っていただかなくて大丈夫です。優先して取ってほしいのは、リージョンのバッチと、落書きされたスマイリーバッチ。この2つですね。ここを優先して、取ってもらうのがいいかなと思います。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、他にもね、話したいことあるけど、まあ、最後にここだけ話しておいていいですか？でね、リージョンはほんまに初心者の人におすすめで、昔やったら狂乱でね、ダウン取れてたんですけど、今は狂乱で取れないです。で、結局、フィニッシュの形が、通常殴りになるんですね。で、これ聞いたら、あ、じゃあ弱いやんかって、なると思うんですよ。違いますよ。まあ、確かに通常で伸びしかダウン取れへんという点では、まあ確かにまあお世辞にも強いとは思えません。ただね、初心者の人が、まあこれからね、どん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 キラーを上手くなっていく。まあその過程でね、一番適してるんがリージョンじゃないかと僕は思ってます。で、僕も最初めちゃくちゃ下手やって、まあ空振りとかしまくって、ほんまに、まあ辛い思いはしたんですけども、うん。でもやっぱりね、その通常でしかダウンを取れない、この環境っていうのがね、なんとかしてダウンを取ろうっていうところにつながるんですよ。なので、その初心者のキラーの人にね、身につけてほしい基礎的なチェイス能力っていうかな、基礎のチェイスっていうのが、まあ、すごい身につきます。なので、めちゃくちゃやりがいのあるキラーです。はい。で、キラーね、使う上での、まあ、キャラクターコントロールであったりとか、まあ、その辺の基本的な、まあ、練習方法っていうのをね、毎日15分だけやるだけで上手くなりますよっていうね、非常に分かりやすい動画用意しておりますので、まあ、気になる方はチェックしてみてください。はい。ということで、もうもっと喋りたいけど、リージョンの、第4位にした理由はこの辺にしておこうかなと思います。はい。はい、続いて第3位発表したいと思います。ダラ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 ということでね。はい、フレディ君でございます。すいません、安っぽい効果音ですいません。第3位、フレディ君でございます。うん、もうこのキラーは、まあ公式がデータも出てましたけど、もうめちゃくちゃ強いですね。うん、もうデータとして見ても強いし、まあ実際に僕も使ってみて、いろいろ動画出してるんですけど、強い。うん、でやっぱりね、初心者の方におすすめしたいキラーランキングというところで、まあ、強さももちろんなんですけど、やっぱり操作できるかっていうのも争点なんですよ。うん、操作しやすいです。で、まあ1位のキラーと2位のキラーと比べて、まあ、ちょっとだけ操作が複雑かなっていう理由で3位にしております。で、能力に関してはもう正直申し分ないです。まあ、僕がこのフレディ君を使う上で、まあ、初心者の方に、ぜひ練習してほしいと思うのが、ドリームスネアです。はい。ドリームスネアとは何ぞやっていうことなんですけど、血沼ですね。はい。フレディ君は、デフォルトで、まあ、最大8個、マップに血沼をね、作ることができます。
で、これはチェイスしながら簡単に置くことができます。うん、まず、あ、ごめんなさい、ちょっと噛みましたね、すいません。まず使いやすい、もうほんまにワンクリックっていうか、まあ長押しでビューってやってポンと置くだけなんで、誰でも置けます。で、あとはそのどこに沼を置くかなんですね。で、あと沼踏んだらどのぐらい減速するか、まあこれはね、まあ最初からそんな完璧に使えたらちょっとこっちも困るわって話なんで、まあ練習してほしいんですけど、まあこれがね、初心者の人がまあ悩むとこやね。もうなかなか生存者殴れないと、はい、っていうところをサポートしてくれます。だから沼踏まして基本的に殴るっていう形かな。で、沼は踏むと叫ぶんでね、まあそれが策的の補助としても活躍してくれます。はい。で、まあ、ここも補足で入れとこうかなと思うんですけど、まあ、先ほど説明したようにドリームワールドですね。ドリーム、夢落ち状態じゃないと、沼踏まないんでね。そこだけ、理解しておいてください。あと、まあ、説明しておくことといえば、まあ、ドリームワールドっていうのは基本的に、まあ、最初から60秒経ったら、全員夢落ちします。夢落ち状態が、まあ、ドリームワールド状態ですね。はい。だからドリームワールドに入ってないと、沼は踏まないよっていうのだけ。それだけ覚えておいてください。で、沼、ドリームワールド状態かっていうのは左下ね、サバイバーのアイコンが4つ並ぶと思うんですけど、そこ見てもらったらもう一目瞭然なんで、まあ、そこはね、見てもらったらわかるかなと思います。で、生存者を殴ると、夢落ち状態にさせることができるんで、まあ、基本的に殴ってから、まあ、夢落ち状態入れて、そっからスネア使っていくっていうのが基本的な流れになりますかね。うん。で、ほんまに今先ほども、説明したように、初心者の人にお勧めしたい理由が、もうめっちゃチェイス強いんですよ、このキラー。で、使いやすい。だから、フレディ使うんやったら、僕はですけど、ドリームスネアですね。これを使ってほしい。で、ドリームスネアの使い方に関しては、まあ、講座として出してますんで、もうほんまそれ見てほしいです。で、ほんまにこのキラーマジで強いんで、もう初心者の人ですね。強いキラーが使いたいとか、まあ、バランスがいいキラーとか、まあ、環境最強キラー使いたいな、みたいな人は、フレディ君おすすめです。やっぱりね、ナースの名前よく聞くでしょ？ナースは難しいですよ。ちょっとやそっとね、練習したぐらいでは上手くなれません。ただ、フレディに関しては、ナースを上手くなるまでの時間の、ま、5分の1ぐらいちゃうかな。で、十分ね、そこそこ使えるってレベルにはなると思うんでね、ぜひ、練習してほしいです。で、もう一個能力でね、ドリームプロジェクションって言って、発電機にね、ワープできる能力があるんですよ。で、この後ね、解説するんですけど、パークのところでね、昨今そのやっぱ、さっきも説明したけど、不死破滅が流行ってるって、まあ僕説明したじゃないですか。それとめちゃくちゃ相性がいいんですね。うん。で、先ほど説明しましたように、夢落ちしてる生存者が多ければ多いほど、このドリームプロジェクションですね。発電機に飛ぶよーっていう能力。まあ、これちなみにキャンセルできますんでね。だから、飛ぶぞ飛ぶぞーっつって、フレディが飛んでくる前ってなんか発電機がブクブクってなんかフレディが出てくるんですよ。だから、それでビビ出しといてやっぱ飛ばへんっていうのもできますしね。まあ、ちなみにごめんなさい、ちょっと話が逸れてね。チェイスしながらそのフェイントかけれるんでね。まあ、慣れてきたらそういうのもできます。で、話は逸れたんですが、まあ、発電機に対してプレッシャーをかけるっていうのが、もうこのパークとビターってハマります。でもうせっかくなんでパーク解説いきましょうか。で、おすすめのパークは、バベチリ、不死、破滅、監視でございます。で、監視のところ、まあフリー枠なんですけど、まあ初心者のことは監視使ってもらったらいいかなっていうふうに僕は個人的に思ってます。で、基本的には、まあ生存者をダウン取って、バベチリ見る。で、バベチが見えたところにドリームプロジェクションで飛んでいく。まあ、これがもう一つの流れです。はい。で、発電機に飛ぶっていうのはね、もうこのキラーしかできないんで、まあ、それが最大のストロングポイントです。あ、ごめんなさい。ストロングポイント言うの忘れてましたね。ドリームスネアがまず1個目のストロングポイント。で、2つ目が、ドリームプロジェクションを利用してのワープ。これが、2つ目のストロングポイントです。で、監視っていうパークは、交代した発電機が再度回されると、黄色くハイライト表示されるんですね。っていうのと、先ほど説明したドリームプロジェクションですね。がめちゃくちゃ相性いいです。だから、黄色く光ってるってことは、生存者が発電機を回してるんですよ。だから、他の人とチェイスしながら、黄色いところにドリームプロジェクションを
使ってフェイントをかける、まあ、こういった戦術もできます。はい、まあ、以上がフレディが強い理由ですね。はい、ということで、まあ、最後にねアドオンの説明しておこうかなと思うんですけど、おすすめは赤いペイントブラシとスイングチェーンですね。まあ、他にも優秀なアドオンあるんですけど、まあ、これが鉄板かなと思います。で、簡単に説明しておくと、まあ、赤いペイントブラシの効果で、まあ、生存者は最初から、まあ、ドリームワールドで、儀式を開始します。で、この効果がこの、あのスイングチェーンですね、ドリームワールドにいる生存者一人ごとにこのペナルティが加算されるということで、破壊工作、治療、周囲の速度かな、まあ、この3つが入ってくるということで、まあ、非常にね強力なアドオンの組み合わせになってます。ただですね、何が無料なんやって話なんですけど、ただもうフレディークに関してはもうシンプルに能力が強いんで、はい、まあ、そこまでアドオンに来らなくても僕はいいかなっていうふうに思います。他にもね、あの青いドレスとかも強いですし、まあ、僕がよく使うのは、まあ、ナンシーの最高傑作ですね。はい、ドリームワールドにいる生存者1人につき、ドリームプロジェクション、まあ、これワープですね、ワープの、まあ、能力の回復速度が上昇するというところで、まあ、僕はよく、スイングチェーンとナンシーの最高傑作とかっていう組み合わせで、プレイしたりします。はい、ということで以上でフレディの説明は終わりになります。はい、それでは続いて第2位の発表に参りたいと思います。ドゥル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 ドゥおそらく、まあ、ナースと張るぐらい強いです。で、まあ、先ほどナースの名前をね、出したんですけど、初心者におすすめしたいキラーランキングで、ナースを選ばずに山岡凛ちゃんが入ってる理由っていうのは、まあ、ナースと同じぐらいのポテンシャルを持ちながらにして、ナースよりも圧倒的に使いやすいっていう点で、まあ、初心者の方におすすめしたいキラーランキングで2位にさせていただきました。はい、で、まあ、先にデメリットから言っておこうかなと思います。山岡凛ちゃんっていうのはキャラクター情報見てもらったら分かるように 4.4 なんですね。まあ、4.4 族ということで能力を使わずに追いかけてしまうと結構ね沼りますという点で、まあ、初心者の人からしたら少し、まあ、使用難易度は上がるかなと思います。はい、で2つ目、まあ、これから説明するんですけどフェイズウォークですね。うん、山岡忍者の能力山岡のたたり、まあ、これフェイズウォークなんですけどが慣れるまで少し扱いづらいという点、まあ、以上2点ぐらいかな。まあ、これ以外も全てメリットですね。はい、でも山岡凛ちゃんっていうのはもうとにかくチェイスが強いです。で、あの、まあ、山岡凛ちゃんに関するね動画はたくさん出してるんで、もうフェイズボークの使い方とか、まあ、コツとかっていうのはもうそっちの動画も絶対見てほしいんですけど、はい、まあ要はね、まあ、高速移動できるんですよ。で、多分移動速度言ってもピンとこないと思うんですけど、まあ、メートル毎秒で言うと、まあ、7.04 とか6とか、まあ、そんなもんです。めちゃくちゃ速いです。で、多分初心者の人は最初その速さに対応できんくて、あ、これどうすんのってなると思うんですけど、これ慣れてくると半端ない速度で生存者に追いつけるんで、チェイスでめちゃくちゃ有利です。で、あの、基本的に生存者からあのフェイスウォーク状態に入ると見えません。なので、もう一方的に蹂躙することができます。で、あの、普通のチェイスやと、例えばイタグルとかで、あのキラーの位置が見えるんで、駆け引きっていうのがあると思うんですけど、山岡凛ちゃんにおいては、この駆け引きというか、まあ、チェイスの駆け引きの概念がないです。はい。もう消えていきなり現れて襲ってくるんで。なので、まあ、どんだけチェイスに自信がある生存者にでも、山岡凛ちゃんとのチェイスは、めちゃめちゃ苦労します。
ナースはね、飛んでくる方向は見えるんでね。てか、ナースは見えるじゃないですか。壁越えてくるけどね。でも、山岡忍者は見えないんで。はい。で、まぁ、ちょっとめちゃくちゃもう上級者になってきたら、もう草の揺れとかでちょっと判断できるんですけど、もうそんな、気づいた頃には遅いです。はい。まぁ、基本的に一方的に、まあやれるキラーなんで、僕はめちゃくちゃ押します。山岡凛ちゃんは。で、やっぱりね、扱いやすい。まあ最初はちょっと慣れるまで時間かかるかもしれないですけど、まあナースと比較したら、まあ大体まあ5分の1ぐらいの時間で、まあそこそこ使えるようになると思います。なので、まあ初心者の方で、まあ一方的に生存者を蹂躙したいとか、まあダウンする快感を味わいたい。とか、まあ、僕の場合やと、そのモチベーション維持のために山岡凛ちゃんにすごいお世話になりました。まあ、僕はメインキラーリージョンなんで、やっぱりね、凛ちゃんと比較すると、まあどうしてもキルポテンシャルというか、キルの能力が落ちちゃうんですよ、ダウン効率は。なので、まあちょっとリージョンでうまくいかなかったり、他のキラーでうまくいかなかった時、他に、まあ山岡凛ちゃんを使って無双するとか、まあそういった方法で、なんて言ったらいいんでしょうかね。このキラーを使えるようにしておくと、まあ、ちょっと自分がへこんだ時とか、まあサバイバーちょっとぶっ倒してちょっとモチベーション上げたいなっていう時に、まあ使える。まあなんかそれだけのために使うのはちょっとあれですけど、まあ普通に使ってても楽しいキラーなんで、でめちゃくちゃフェイズウォークにやりがいがあるんで、はい。まあこれ突き詰めるとこまで行ったらもうほんまに、ハブさんがもう罪を隠しにした時に手が震えるぐらいの、そのぐらいの性格度になるんでね。あ、もうこれフェーズボック切り寄ったわ。もう勝ち確やわ、みたいな。まあ、それぐらいのクラスになるんで、もうぜひね、この山岡凛ちゃんは絶対に練習してほしいです。まあ、練習して間違いない。てか、ほんまに、もう初心者の方にめちゃめちゃゴリ押ししたい。チェイスめちゃくちゃ強いキラーでございます。はい。まあもうこれぐらいかな。まあ、フェーズボックの使い方とかに関してはね、まあ動画を見ていただいて。はい。で、おすすめのパーク構成なんですけど、ね、バベチリ、不死、破滅、全命ですね。で、全命に関しては、フェイズウォークを安定させるために必要です。で、これについて解説した動画もね、概要欄に載せておきますので、チェックしてみてください。で、アドオンは、まあ、これは、まあ、完全に、まあ、僕の好みなんですけど、基本的には、フェイズウォークの持続時間と、ちょっと今ないんで、こっちで説明しようかな。たたりのため、発動をためる速度ですね。フェイズウォークに入る前に山岡凛ちゃんこうためるんですけど、それの速さが、それの、ためを、ためっていうか、フェイズウォークに移るまでのための速度が上がります。っていうの。まあ、この二つかな。うん。ため短縮と、まあ、持続時間増加。まあ、この二つ集めてもらえればいいかなと思います。まあ、これはね、緑、黄色、茶色の、各三種類あるんで、まあ、これを僕は、すいません、めちゃくちゃむせました。まあ、これを集めていったら無難かなというふうに思います。というところで、凛ちゃんの説明は以上となります。はい、ということで、山岡凛ちゃんが1位じゃないんやったら何が1位なんやと、みんな気になってるんじゃない？ということで、1位を発表していこうかなと思います。でで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 でということで、第1位に輝いたのは、ドクターさんでございます。はい。めちゃくちゃバランスがいい。うん。多分ね、まあ、あくまでもまあ僕の意見なんですけど、全キラーの中で、一番バランスがいいんじゃないかな。うん、初心者さんにおすすめしたい要素が、めちゃくちゃ多いです。うん、まあ、僕も最近ね、この動画を作るにあたっていろんなキラー触ってみたんですけど、やっぱりちょっと群を抜いてるっていうイメージですね。で、やっぱチェイス能力っていうのは、やっぱ山岡凛ちゃんの方が高いですけど、まあ今から解説するんですけど、やっぱ総合的に判断すると圧倒的にまあドクター君が1位かなというふうに評価しました。はい。で、まずね、大きく分けて3つぐらいあるかな。うん、まず1つ目からいきましょうか。で、本当にこのキラーデメリットが少ないです。デメリット探そうが難しいですね。で、まず1つ目のメリット。策的に困らない。初心者の方がまずぶち当たる壁って、
製造者を見つけないんですよ。もうね、これ初心者の友達のね、キラープレイをね、実際に家行って後ろで見てたりすると、まあ、本当にね、策的に困ってます。で、やっぱり、策的ができないと結構ね、こう、イライラしちゃったりとか、あーってもう泣いちゃったりとかね、っていう人が多いから、まあ、そこのフラストレーションを解消してくれる能力を持ってます。で、まあ、放電爆破っていうのがね、打てるんですけど、まあ、これはもちろんクールタイムあるんですけど、ちょっと正式な時間分けちゃったけど、うん。放電爆破を打つと、自分のね、脅威範囲内にね、電撃をバコーンって当てれるんですよ。で、電撃が当たると、生存者は叫びます。そう。叫ぶんで、生存者はどこにおるか分かるんですよ。うん。まあ、これが、まず一つ目のストロングポイントですね。生存者の策的に困らない。次。生存者に対して、自分が有利なチェイスを行える。まあ、チェイスが強いです。で、ドクター君電撃を打てるんですよ。多分実際に多分動画出てると思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、自分の有利なチェイスができます。で、電撃受けると生存者っていうのは、板をね、またいだり、窓枠をまたいだりすることができません。っていうのを利用して、めちゃくちゃ有利なチェイスができます。なので、まあ、練習すれば練習するほど、有利なチェイスができるんで、まあ、生存者の人が苦手としてる、まあ、チェイスですね。っていうのも強い。で、比較的に、そこまで操作難易度が高くないので、まあ、練習すれば、まあ、簡単に、使えるようになります、ドクター君は。で、やっぱその、なんやろね、チェイス、まあ、フレディでもそうなんですけど、まあ、そこまでその、難易度が高くないので、まあ、僕も、この電撃の当て方とかね、まあ、ドクターの、まあ、これから話すんですけど、ポイントの稼ぎ方とか、っていうのを、まあ、詳しく動画にしてるんで、ぜひね、参考にしてもらいたいなというふうに思います。で、三つ目。まあ、これまで紹介したんが、策的に困らない。チェイスが強いですね。で次、最後、三つ目。ポイントがね、めちゃめちゃ稼ぎやすい。うん。もうこれはね、初心者の人にとってもう三拍子揃ってますよね。生存者の策的に困らない。チェイスが強い。ポイントも稼げる。はい。もう最高ですね。ほんまにね、バランスがめっちゃいいんですよ。ドクター君。まあ、ドクター君の、まあ、ポイントの稼ぎ方についてもね、まあ、動画で解説してるんでね、ぜひ見てほしいんですが、まあ、基本的にね、放電爆破を打って生存者を索敵して、で見つけた生存者を、追いかけながら電撃をね、荒れていく。まあ、この一連の動作でね、もうびっくりするぐらいポイント溜まっていきます。カニバル、リージョン、フレディ、山岡リン、ドクター、まあ、5キャラね、紹介したんですけど、まあちょっとまあ個人の感想になるんですが、一番使いやすいかな。まあやることも単純明快なんでね、まあ放電爆破撃って叫んだ生存者のとこ行ってチェイスして、で電撃使って優位なチェイスして、ダウン取る。っていうほんまに、何やろ。うん。ほんまに簡単なんですよ。で電撃って結構最初僕苦手意識あったんですけど、まあ大体と一週間ぐらいもすれば、有効的な電撃の当て方っていうのが、まあ大体分かってくるんで、まあそこさえ、もう分かっちゃえば、まあ放電爆破で索敵して、で電撃当てて、ダウン取ってっていう感じで、しかもポイントも稼げちゃうということで。いやほんまにね、うん。もうこれを使わん手はないっていうか、まあほんまにめちゃくちゃおすすめです、ドクター君。パークなんですけど、バベチリ、破滅、不死。まあ、ここは固定かなと思います。で、あと一つは自由枠かな。まあ、おすすめするんであれば、ずさんな肉屋、堕落の介入、イタチが、イタチはない。堕落の介入、ずさんな肉屋、で、最後のお楽しみ、不協和音とか、この辺かな。まあ、他にもね、優秀なパークが、あるんですけど、まあ、僕は主に使うのはずさんな肉や不協和音、最後のお楽しみ、まあ、その辺かな。うん。で、ドクター君のいいところはね、まだ他にもあるんですよ。アドオンが強い。もうね、まあ、紹介したら結構時間長く なっちゃうから、まあ、全部は解説しないんですけど、まあ、もちろんね、ウルトラレアも強いです。
で、まあ、僕が一番おすすめするのは、まあ、懲罰と抑制かな。まあ、基本この二つ使ってたら間違いないと。うん。まあ、僕はこの二つあれば間違いないかなっていうふうに思います。で、僕、ドクターの動画をね、出す際に結構な頻度で、まあ、懲罰と抑制の構成使ってるんでね、よかったらまた参考にしてみてください。で、アドオンは、まあ、基本的に僕の場合は懲罰抑制優先で、まあ、出てたら、ウルトラレアも取っていくっていう感じかな。はい。まあ、そんな感じで、アドオンの紹介は以上となります。はい。ということで、いかがだったでしょうか。はい。ちょっとね、台本も作らずに思いの丈をぶちまけたんで、まあ、うまくね、説明できてるか、まあ、ちょっと怪しいんですが、まあ、もしね、この動画が好評ならまた今後ね、こういったランキングの動画を出していこうかなと思いますので、はい、少しでも参考になったよってね、思っていただけた方は、グッドボタンね、押していただけると、活動の励みになります。よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。